クレール・フォンテーヌ国立サッカー養成所は、フランス国立のサッカー施設である。旧称は、元フランスサッカー協会会長のフェルナン・サストルに、ちなんで、レセンターテクニック・ナショナル・フェアノン・サストレで、現在は、男子サッカー部門が、INF ・クレール・フォンテーヌ、女子サッカー部門が、クンフ・クレール・フォンテーヌという名称である。ホームページでは主に男子サッカーについて記す。 解説当時は1校だけで、フランス中の優秀な選手が集められていた。現在は、フランス本土に加え、海外圏のクアドループ、レイユニオンにも置かれ、クレール・フォンテーヌ本部も含め、全15のポールに分散している。基本的に、無償であり、それにより移民を中心とした貧困層のタレントを発掘したことで育成に成功している。INF 出身者に、ニコラ・アネルカ、 ルイサハ、ウィリアム・ギャラス、ティエリアンリがいる。INF クレール・フォンテーヌ本部は、周囲を緑の森に囲まれた巨大なトレーニング施設で、敷地面積は56ヘクタールあり、合わせて6万6000平方メートルも6つの芝生のグラウンドがある。他にも2つの人工芝グラウンド、スタジアム、室内トレーニングジム、医務室、レストラン、屋外テニスコートなどがある。受付は、 近代的なオフィス棟の中にある。また、フランス英代表の宿舎と養成所生たちの宿舎など合わせて6つある。敷地内にも木々が生い茂り、至るところに緑がある。2018年3月26日時点のフランスの育成区分は13歳までをサッカースクール13歳から15歳までの全育成年代をプレフォルマシオン。 16歳から18歳までの育成年代をフォルマシオンとカテゴリー分けしている。また、毎年、フランスサッカー連盟は、プロ入りや年代別代表入りした、人数、予算、指導者ライセンス、施設のレベルなどを点数で評価し、各サッカー選手の育成所ランキングを発表している。2016年時点では、4年連続で1位、リオン、2位、PSG、 3位、トゥールーズ、4位、ボルドー、5位モナコとなっている。対象者は、INF の約 200km 以内の、イルド・フランス地域圏に居住する13から15歳の、全育成年代の子供である、INF も含め、全15ポールの対象者は、それぞれのポールの約 200km 以内に居住する13から15歳の、プレフォルマシオン。1年間に育成する、生徒数は、 INF が23人、INF の各ポールはそれぞれ15人程度。INF のセレクションには約2000人が集まり、合格率は約1%程度。14の INF の各ポールに約1100人が集まり、各ポールの合格率は約1.8%程度。セレクションでは足元のテクニック、フィジカル、頭とメンタルなどの面をテストする。 より重視されるのは足元のテクニックである。フィジカルはより大きければいいというわけではなく、将来の成長後の姿を考える参考材料である。例えば、臨床性にかけると評価は低くなる。頭とメンタルでは筆記テストや面接も課され、さらに学業成績も見られる。あまりにこの面が悪いと才能があっても不合格となる。一見、 サッカーには関係なさそうに見えるが、頭の良し悪しは、特に、キャリア選択に関わる。また、将来サッカーで成計を立てられなかった場合や、引退後の場合のセカンドキャリアの心配をなくすため、この面でも先行する。11月に始め、テクニック、フィジカル、メンタルなどを、半年かけてテストし、4月の最終選考で23人に、絞る。 長く時間をかける理由は、スポーツ面だけでなく、人格的に適しているかを入念に観察するためで、学校から内心症を取り寄せ、成績ではなく素行面について注意深く吟味する。セレクション中の姿でなく、4年後の姿を念頭に見る。ポテンシャルがあり、モチベーション、状況分析、判断能力、集中力といったメンタル面を備え。 さらにサッカーの才能がある子供を選ぶ。半年かけてテストされる。セレクションでのポジションについては、最低限のバランスは取るが、基本的には自由というのが、基本方針。この年代で、ポジション固定はしないためである。傾向的には、毎年 MF が多くなりがちだという。13から15歳の2年生で無償である。INF 育成スタッフは、 少数精鋭で3名程度。GK はフランス A 代表コーチから指導を受ける。INF の場合、生徒たちはクレールフォンテーヌから10分ほどの場所にある地元の学校に月曜から金曜まで通い、学校から戻った後15時半頃から練習を始める。INF の練習で個人スキルを高め、週末は自分の所属チームに戻って試合に出場する。 この方法だと、指導者は、目先の試合の結果にとらわれることなく、長期的な視点で選手を指導することができる。将来から逆算して、大人になった時、プロになった時に困らないために、現在すべき一つ目のこととして、思考力を鍛えることを何よりまず重視している。日々進化するサッカーの変化に対応できるように、若い頃から、しっかり思考力を鍛えなければ、 すぐに時代に取り残されるという理由からである。具体的には、問題の原因を選手自身に発見させ、解決策を考えさせることで、思考力を鍛えている。INF の指導者は、選手がミスした時に起こらず、大らかに接し、子供が話しやすいように対話を試みるという。欠点を除くのではなく、長所を伸ばすという考えで対話を行う。二つ目としては、 考えること、積極的に参加すること、継続して努力することを育てている。プロ選手になってからも進化し続けるためである。三つ目は、選択肢を増やす、トレーニングをすること。プロ選手になったら、選択肢は多い方がいいからである。より多くの部位で自由に、ボールタッチできるように、シチュエーションに応じていろいろなテクニックが選べるように、トレーニングする。また、 自分自身の選択肢だけでなく、味方の選択肢を増やす。オフザボールの動きを鍛えることは、味方のパスの出しどころを増やすし、ボールを奪うために、ポジションに戻ることは、自分と味方の攻撃機会そのものを増やす。キリアン・エムバペのような特別な選手にも、INF では守備のポジションにつかせ、一定の守備貢献を求めた。その結果、AS、モナコで、バレール、ジェルマン、 PSG でアンヘルディマリアという FW 及び攻撃的 MF の中では守備貢献度が非常に高い選手たちからエムバペがポジションを奪っている。これは守備貢献によって出場機会を獲得した恒例である。オフザボールは状況をほどほどに厳しくして鍛えるのだという。例えば攻撃対守備の練習で攻撃者の人数を少なめにするなど攻撃的な選手が 相対的に強力なチームなら攻撃者の人数をより少なくする。守備的な選手が相対的に強力なチームなら同数で練習する。日常のトレーニングは将来プロになった時に困らないようにという理念の買いつつの主要要素、テクニック、フィジカル、戦術、メンタル、教育をまんべんなく鍛える。そしてこの5つをまんべんなく鍛えるようなメニューを組む。 チームのレベルに合ったトレーニングをテクニック練習、戦術アクション練習、ゲームの3段階に分けて組む。指導計画は年単位と週単位に区切って立てる。まず1年で達成したい目標を立てて、大まかな年間予定を立てた後は、次に週ごとに何をするべきかテーマを考える。テーマは公主両面とも別々にではなくて同時に行う。ポジションも GK の選手以外は GK を除いたすべてのポジションでプレーする。年間計画は3ヶ月ごとに振り返り、進路に合わせて調整する。育成の2つの柱、しっかりとした技術を持つことと、その技術をチームプレイの中で生かすことを念頭に育成する。また、時代とともに移り変わるサッカーのプレイスタイルの変化にも対応して、指導方針を変えていく。攻撃では、 よりスペースが狭くなる中でのプレー守備は低い位置での守り方、数的不利な状況での守り方。また、ハイレベルなサッカーでは相手が繰り出してくる数々の難題に応じた最適解が求められる。そのため様々な難題を与えて柔軟に対応できる術を学ばせている。試合に勝つための指導はせず、良いサッカーをしていれば。 将来の勝利につながるという長期的な展望で育成している。クレール・フォンテーヌのトレーニングでは基本的に以下のようなことを教えている。INF は卒業後のクラブ選びについては介入せず、選手本人と家族の決断に委ねる。各ポールの卒業生はほとんどがプロクラブの育成所に進む。最終的にプロ契約にこぎつける卒業生は毎年後、 6人で目安は30%。これは非常に高い数字だという。また、プロ入りできなかった卒業生も下部のリーグでサッカーを続けているケースが多い。その他、才能はあっても本人の意思による選択でプロ入りを目指さずスポーツ医学などの道に進む卒業生もいる。また、各クラブの育成所にいる指導者は INF が育てた人材のため、 どのクラブの育成所を選んでも基本理念は共通している。1960年半ばまではフランスのプロクラブは自治体にかなり依存した経営を行っており、経営規模は小さく目先の経営利益を出すことに必死な様相だった。したがって育成へ割り当てる資金がないどころか、そもそも育成が重要視されていなかった。1970年、 選手の発掘と育成に活路を見出したフランスサッカー連盟はジョルジェブローにフランス A 代表監督の下、全国的な選手の育成改革を開始した。2年後の1972年フランス本土のビシーにフランスのプロサッカークラブに優秀な選手を供給することを目的としたフツ連盟の若手選手のエリート教育施設 INF が設立された。 16歳から18歳までの育成年代を対象としていた。第一期生には2015年から2017年に横浜 F マリノス監督を務めたエリク・モンバイエルツがいる。シーの INF を見本として各プロクラブが同じ理念、方針のフォルマシオンの育成所をフランス各地に作り広がった。この一連の改革の成果は1984年。 欧州選手権優勝などの1980年代のフランス代表の活躍として現れた。1976年、フツ連盟会長は国立のフットボールセンターを設立することを考えていた。6年後、フランスサッカー連盟はクレール・フォンテーヌにセンターを建てることを決定。そのフェルナン・サストルフツ連盟会長の名を冠する。 センターの建設は1985年に始まり、3年後の1988年1月に完成。センター完成後、INF は同施設に移動した。1989年、普通連盟内に最高技術部門 DTN が組織され、その初代委員長にジェラールーリエが就任。新たな育成強化システムが構築された。 INF は13から15歳の全育成年代に対象年代を引き下げた。その理由は、仏連盟の育成方針で育成された選手がプロクラブに供給されることで、各クラブに仏連盟の育成方針が伝わるから。また、各クラブも育成所を併設し充実してきたため、より若い世代のエリート養成所が求められたからである。 フランス各地域にも設立された INF のプレフォルマシオンが見本となり、プロクラブでプレフォルマシオンの育成所も広がった。この一連の二つ目の改革の成果は、1998年、フランスワールドカップ初優勝、2000年、欧州選手権優勝でのスーパーダブル達成などの1998年から2001年のフランス代表の活躍として現れた。 1998年フランスワールドカップ時には INF の施設はフランス A 代表の合宿地となりフランス代表はワールドカップ初優勝を遂げた。なお当時のフランス代表には INF 出身のティエリ・アンリュがいた。フランス代表の W 杯初優勝で INF も一躍脚光を浴び各国にも倣されるようになった。そのため 育成システムのさらなる改善に取り組んでいる。IMF 解説当時は1校だけで、少数精鋭主義だったが、現在は、フランス本土に加え、海外圏のグアドループ、レユニオンにも置かれ、INF も含め、全15のポールに分散している。各ポールの対象者は、それぞれのポールの約2 0 0トル以内に居住する13から15歳の、全育成年代の子供である。 かつては13から16歳の3年生だったが、現在は13から15歳の2年生。その理由は、クラブが可能な限り早く逸材を手元に置きたいと、希望するから。しかし3年生だった時代も、基本的な育成は最初の2年で終え、3年目以降は、ユースチームのリーグ戦に参戦して、実践経験を積むことが主な活動だったため、 短縮したことによる育成への影響はないという。2012年以降は INF よりもフランスに30以上あるプロクラブの仏連盟公認の育成所が育成の中心となっている。ただし、基本方針は仏連盟の DTN が策定している上に各クラブの育成所にいる指導者は INF が育てた人材のためどのクラブの育成所を選んでも基本理念は共通している。 このように、普通連盟管轄の INF と各クラブが一体となって推進される育成システムが確立している。フランス代表の W 配発優勝で INF が世界各国に模倣された結果、優位性は減少した。また、育成手法が整備されすぎたことで、個性的な選手が少なくなり、同じようなタイプの選手が増えていることを危惧する声もある。 INF だけの課題ではないが、例えば2010年南アフリカワールドカップでフランス代表として出場したマテュー・バルブエナは 167cm という身長の低さを理由にボルドーのトップチームに昇格できなかった。プロのスカウトは個性的な選手をチームに組み込むリスクを嫌い、平均値が高い選手を手に入れようとする傾向にある。育成の成功が裏目に出て、 10代の早い段階で才能を示した選手たちが高額の移籍金で国外のクラブに移籍し慣れない環境の中で一流選手とのポジション争いに敗れ出場機会に恵まれずそのまま消えていくケースも増加している10代後半から20代前半のフォルマシオンから仕上げの育成の時期は本来ならピッチでプロの経験を積むべき時期で90分間の試合の ペース配分や対戦相手に応じたプレー選択、シーズンを通じたコンディショニングなど、様々なことを覚える大事な時期である。さらに、2011年以前は、13歳までは国の規定で保護者のもとで生活する必要があるため、ほとんどの選手はアマチュアを含む地元のクラブで練習を積み、13歳から15歳まで INF で鍛えられ、卒業後にプロクラブの育成所入りが、 理想的なコースという認識だった。戦術の通り優秀な選手を育てれば10代の早い段階でも高額の遺跡金が発生し財源になるということでフランスの各プロクラブは一層若手の育成に力を入れるようになった。有望な選手は13から15歳の段階でもプロクラブと契約するようになった。フルタイムのプロのスカウトやパートタイムのスカウト 他に職業を持ち、仕事の合間にスカウト業をこなす。良い選手を発掘したら報酬をもらう、不愛性によってフランス中にスカウトモードが張り巡らされ、有望な選手の情報はプロクラブ間でやり取りされるようになった。2016年時点で4年連続で育成所ランキング1位のリオンは、町のクラブと積極的にパートナー契約を締結し、 有望な選手をスムーズに獲得できるようにしている。結果的に INF のセレクションを受験するのはプロクラブからスカウトされなかった選手たちになり、以前よりレベルが下がったという。ありがとうございます。